ノクさん、こんにちは。暗号通貨の件ですけども、すごいですね。やっぱり今までずっと耐えてきてよかったなと思います。そして慌てて決済しなくてもいいような資金需要でね、資金配分で、かなり私もね、これからが楽しみだなと思っております。まあ、いろいろとビジネスなり投資なりをやってきましたけども、これもね、すべて余剰資金でやってきたということだと思います。もちろん生活費にも手をつけてませんし、将来の貯蓄はそれはそれで別に持っているって形なんで、やっぱ投資っていうのは、その投資したお金がなくても大丈夫なような状態で、少しずつこうやって手を広げた方がいいかなというふうに思うところですね。例えば私、ビットコインをね、去年の今頃結構ね、最終段階ですよと、100万円超えたらもうどうせ買えなくなっちゃいますよと、買う気なくなっちゃいますよみたいな放送結構してたんですけども、私は68万円ぐらいでね、最後の購入をしたんですよね。60万円ぐらいで買えたんで、結構今ね、いい感じですね。今400万円ですもんね。396万8000円。そしてリップルなんですけども、私平均取得単価42円で買ってるんですね。今47円ですから、これも含み益になりました。ずっとね、20円前後だったんで、含み損でこのまま決済して XRP のことやめよう、もう忘れようかなと思ったんですけども、まあ良かったです。そしてイーサリアムは、実はね、イーサリアムは去年私買い込んだんですよ。それがですね、これだけ値上がってくれて、今18万ですからね。イーサリアムもちょっと一山になりました。そして今月慌てて買ったのが、先月か。先月慌てて買ったのがエンジンなんですけども、50円ぐらいで買ったと思うんですけどね。結構下がりましたね。今42円ですから。これは新しい含み損です。ただし私、これ10万円しか買ってないんで、もうダメージと言えるようなものではありません。今ね、総資産が結構ね、暗号通貨の総資産、いけてるんですよ。で、XRP も結構大量取得してるんでね、どうなることかと思ったんですけども、まあ、今これもね、一山になってますね。そして一番ね、強いのがやっぱり ADA ですよね。ADA は何といっても、プレセルで買ってますんで、私0.22円だったと思うんですよ。で、今、あれでしょ？ ADA 価格が、ノックさん、いくらかと言いますと、コインキャップで見ますと、ADA はね、信じられない、54円ですよ。54円。0.2で買ったのが、すごいですね。500倍？まあなんかわかんないけども。ね、すごいですね。10万でも5000万ですよ。10万で5000万。何これって感じですよね。で、しかもまだまだ上がりそうですよね、これね。まあ少なくとも私はね、まあ税金のことも考えないといけないんですけども、ADA に関しては2つの思いがあって、1つはね、もう本当に ADA のプロジェクトが好きなんで、私は ADA にもう寄付するつもりでプレセールで買ってるんですよ。だからこのまま永久に決済しないっていう道が一つあります。もう一つは、まあ、この利益確定税引き後1億円以上になったら ウィズドローしてもいいかなと思ってるんですよね。この税引き後っていうのがポイントですよね。これはね、いや本当に暗号通貨って、何人かの人は、はっきり言ってこう、嫌な目にあったと思うんですけども、やっぱ投資事ですからね。私はものすごい長期でもう構えていたんで、よかったかなと思いますね。で、一番難しいと、あらゆる投資事の中で暗号通貨一番難しいんだと。だから余剰資金で、その時あった余剰資金を本当にね、5万円、10万円積み重ねて私は作っていったんですよ。だから一気に30万とか、一気に50万みたいなことは全然怖くてできないですね。ドルコスト平均法でもないんですけども、今月はちょっと余ったな、だからそれを銀行口座に入れるよりかは、まあ、こっちに暗号通貨何か買っとこうかなって感じでやってきましたね。まあ、ですので私はね、たびたびこういうことを言ってるんですよ。5000円でも1万円でもいいから買っときましょうみたいなね。この5000円とか1万円で小刻みに買うっていうのが、やっぱり私たち弱者の戦略じゃないですかね。だって資金が膨大にあるわけじゃないんで、それこそ投資にね、10万円とか入れちゃったら、俺はきついですよ、やっぱり。私も同じ感覚なんですよね。10万をドーンと入れるのはきついんで、やっぱりこう、数千円とか、せいぜい2、3万みたいな、これを積み重ねて、本当にね、例えば今、ステイホームとか長いわけでしょ、もう1年ぐらいになりますよね。だから本来、レジャーに出かけるはずだったお金を、ちょっとそっちに入れとくとか、で、あと、日本円もそのまま持っとくとかね、で、FX での運用益をそっちにこう入れておくとかっていう、いろんな方法が考えられると思うんですけども、基本はビジネスで稼いだ余剰資金を入れていくってことなんで、
手取りの給料のうち、その給料のいくつかを割いてっていうのは結構きついんですけども、そういう場合はもうほんと5000円とか1万円が毎月ね、5000円1万円を暗号通貨用に寄り分けていくって形になるのかなと思うんですね。私はそういう戦略をお勧めしながら、自分でもそれと似たような形で無理なくやっていったかなっていうところでございます。常に余剰資金を作って、その余剰資金で勝負していくみたいなね、そんな流れですね。はい、動画の方ありがとうございました。これからもね、暗号通貨いろいろと一緒に見ていきましょう。では失礼します。